1> 第1号型苦戦特務艇第1号型苦戦特務艇艦がたず、第1号型苦戦特務艇は、日本海軍の苦戦特務艇。有事の極地用苦戦艇として木造艇が1939年から計画され、施策として、雑役船の交渉船182号が横須賀交渉で、交渉船183号が市川造船所で建造された。これを受け、 昭和16年度からの丸九計画で、第1号から第105億戦徳無定の百石が、各地の木造造船所で建造され1944年までに、竣工した。また、昭和18年度からの丸1計画により、さらに、第151号から第250号の百石が、建造され1945年1月までに、完成した。 マルキュー計画時は一石78万円で第70帝国議会で70席、第81帝国議会で30席の予算が成立し、計7800万円。仮称官名は、第500号館から第599号館。マルセン計画時は一石86万6千円で、第84帝国議会で、紹介特務定として100席の予算が成立し、 計8660万円だった。こちらの仮称艦名は第2001号艦から第2100号艦だった。用途としては沿岸における紹介と対戦攻撃を想定し、また港内での交通艇の用途や衛船にも使えるよう考慮された。設計は低新省の木船規定に準拠し、戦時の急速建造を考慮して構造や工作方法を決定した。 実際の建造では、計画より1年程度遅れたが、木材の入手困難と、それ以上の手記の量産の遅れが影響したという。特に工事簡易化はされなかったが、偽装品の簡易化と最後の手若干が垂直煙突とマストを採用した。また操打室、機械室などに防弾板を設置した。これらにより復元性が若干低下したので、後期の手はバラストを搭載した。 初期は飛行機救南線に搭載して好評だった中速400馬力ディーゼルを搭載、量産を考慮して一軸とした。当時の漁船は7から8ノット、早い船でも9ノット程度であり、計画の11ノットは、苦船艇としては遅くても、漁船としては早いものだった。これを実現するために、船体の長さを増し、その構造を頑丈にして対処した。 発電機として1 5ットと6キロワットのディーゼル、発電機を搭載した。船の大きさの割には有力な装備であり、後の時機来総会の際に総会具にそのまま電流を流せ、本型が活躍できる一員にもなった。爆雷は95式爆雷18個搭載し、手動投下台1型6機、同2型2機を設置する計画だったが、実際には5個、はじめ投下台2組と、 爆雷庫内に12個の計22個を搭載した。水速平装は、吊り化式水中常音機と93式1型単身儀を各一組搭載する計画だったが、実際の単身儀は軽便単身儀を搭載し、後に3式2型単身儀に変更となった。機銃は当初 7.7mm 機銃1丁だった。試作定の完成図によると、 船橋前に 7.7mm 機銃1丁を装備している。機銃は、その後1943年に 13mm 単装機銃、さらに1945年に 25mm 単装機銃に変更された。外線部隊の体では、爆雷の搭載量を10個に減らし、後部に機銃1丁を追加した。 アゴー作戦後の兵装装備の状況調査で1943年から1944年の時点で第34、40、48、64、65、79、198号が 13mm、単装機12丁を装備したと記されている。試作艇の要目は後の量産艇と若干違いがある。相違点のみを以下に列挙する。 被策艇の2隻とカラフト長距離尾船として建造された1隻を含めて203隻もの同型船が建造された。太平洋戦争中は北は千島から南はソロモン諸島まで活動を広げ、撃沈された艇は81隻に上った。終戦後は木造船体であることを買われ、第1号が多少回徳無艇と共に総海艇として、 用いられることとなり、発電機と総会部の搭載や、全部看板への対避室設置などの改装を経て、日本近海にアメリカ軍が散布した、磁期機雷の総会作業に当たった。海上保安庁航路警戒部で35隻が運用された後に、1952年8月1日に創設された保安庁参加の警備隊に25隻が転属し、 1954年7月1日に発足した海上自衛隊で引き続き運用された。海上保安庁と警備隊では総海戦と呼ばれていたが、海上自衛隊では総海艇と呼称された。海上保安庁と海上自衛隊で運用された本級は長期にわたり総海や救難警備に従事し、最後まで残った海上自衛隊の 岩ツバメは1964年に退役した。退役した後にも、漁船となって使われ続けた船もあり、小型とはいえ、名艦と称すべき艇であるという評価もある。船体建造所は、市川イコール、市川造船所、協力イコール協力造船所、小柳イコール小柳造船所、佐賀イコール、佐賀造船鉄工所、四国イコール、四国選挙工業所、 自年イコール自年造船鉄工所、徳島イコール、徳島合同造船、西イコール、西イ造船所、林県イコール林金重工業、福岡イコール、福岡造船鉄工、福島イコール、福島造船鉄工所、船屋イコール千屋造船鉄工所、美穂イコール、美穂造船所、村上イコール、村上造船所、三生イコール、三生造船鉄工所、米子イコール、 よナモゾう戦所。兵装偽装交渉は、横須賀イコール、横須賀海軍交渉、クレイコール、クレ海軍交渉、サセボイコール、サセボ海軍交渉、マイズルイコール、マイズル海軍交渉。特務艇一般計画要量処付現状調査 P2 の重要寸法等では満載排水量139.10トン。 P20 の重量比較表では139.07トンか139.09トンのどちらかだが印刷が不鮮明。特務艇一般計画容量諸府現状調査 P2 の重要寸法等にも記載があるが小数点以下一桁が不鮮明で25.35メートル、25.55メートル、25.85メートルのいずれにも取れる。AB 日本海軍全艦停止。 使用艦艇用目標 P57 では、水船長26.00メートル、水船間長25.85メートルとしている。世界の艦船日本海軍護衛艦停止によると、後期の艇が13ミリメートルもしくは25ミリメートル、基準一丁に増強。ありがとうございます。